続いてはここの施設の、メインでもある池ですね。池これがリゾートらしいです。いわね、もう見た通り緑の、ね、とても綺麗とは言い難い池なんですけど、一応釣りができるそうで、ね、フィッシングエリアと書いてます。でその池の向かいにあるのが、まあ、ストリートコースですね。まあ、ちょっとこうリアルストリートに近い感じの、セクションがこういう、まあ、コンクリートとこういう石で作ってるセクションなんですけど、で、まあ、基本的に別にここメインっていうわけじゃないので、まあ、なんかこう遊び心満載のこういう本当にリアルっぽい縁石であったりね、レールというよりかカーブが多かったり、まあ、こういうのは特に意味は特っていうか全然意味ないんですけどね、こういうの、まあ、飾りとしてあります。で、まあ、左右対称なんで向こうにも同じものがあって、まあオープニングイベントの時はここで大会あったりとかもしてたんですけど、まあ、やっぱりメインはさっきも出てきたあの中なんで、まあ、そんなに滑ってる人がいないところです。さあ次はここの施設の中にある売店をちょっと紹介したいと思います。まあ、何気にここの売店が一番助かってますね。これがなかったら結構やばいんで、その売店でもちょっとこう行き方が変わってるというか、こんなとこ行くのみたいなところなんで、まあ、その道からちょっと紹介していこうかなと思います。行きますか。でもスタッフの人ですね。売店はさらに奥ですね。この中国特有のこの何でしょうね、この厨房的なところを抜けて昼なのに真っ暗なこの道を進んで、ね、夜通ったらリアルに怖いんで、多分今もう何も見えてないかもしれないですけどね、リアルにこの道を通ります。はい、まあ、従業員用のね売店なんでこんな奥まったところなんですけど、誰でも利用は可能なんで、でここの一番奥の閉まってそうですけど、ここが売店です。ここ売店、あ、売店のおばちゃん、どうぞ、はい、そう、まあ、結構いろいろと揃っているところなんですけど、なんかね、来たら買っときますか来たついでに何か買いますか。じゃあスポーツドリンクを買おうかな。もちろん全く英語は通じないんで、こうやってまあ商品を選んでおばちゃんに出せば、撮影したらダメみたいですよ。はい、ということで、はい、売店は実は撮影禁止だったという。まあでもまあああいう感じです、まあ結構いろいろ買っても10元とかね、5元とか、これとかね、このとかスポーツドリンクとかは5元だったんで、日本円にすると、どれぐらい ?60 円とかですか、60円とか50円とかぐらいでこのスポーツドリンク買えるんで、かなり滞在費は安く済みます。これは唯一中国で助かるところですね。以上、売店でした。
ブーム。サバブーム。Yeah.